先月、震度6強を観測する地震が発生した珠洲市で、倒壊した家屋などからエアコンやタイヤが盗まれる被害が出ていたことが分かりました。珠洲市議会議員の浦修一さん、窃盗の被害に遭った住宅を案内してくれました。住民が被害に気づいたのはおとといだったそうです。ここが取られたエアコンついていた場所です。全然違う。そうなんですよ、はい、でここ切り取られてるんですよ、ね、ここから切り取られてる。倒壊した家屋に何者かが侵入しエアコンを盗みました。コンセントちぎっていったの。ちぎっていったの。ちぎっていったの。まだ新しいエアコンで家を建て替えた時に使う予定でした。住民は警察に被害届を出しました。一方、別の家でも窃盗の被害が出ていました。この身のない使い物にならないタイヤだけが残されていて、で今使っているスタッドレスタイヤ、アルミホイール付き3台分12本が盗まれたんです。隣のおばあちゃんが見ておいでて、ああ、いらんもん出しとるげんなというふうに思われていたそうです。でそのおばあちゃんは犯人のことどういうふうに、どういうふうな印象で？いや、ものすごく堂々としてたんで、まさか泥棒さんやとは思わなかったと。堂々と、はい、堂々と。被災地で相次ぐ窃盗の被害、浦議員は住民たちに注意を呼びかけます。いやもうね、署員にもせずにもこういうことをする人は一人もいない。で外部から入ってきた人間がおそらくやった、ことだと思うんで、もうとにかく知らない人見かけたら、声かけをして、で、自分でやっぱり守ってほしいですね。